皆さん、オッチャリットです。今回ですね、毎週やらせております、ホランスキン、天聖王子と天才霊嬢の魔法革命、点点ですね、こちらの感想動画撮っていきたいと思います。というわけで、今回は、先日お伝えました第10話の正直切る感想、一切忖度ない感想ということで、いつもありましてこの間はありで話していきたいと思います。というところで、点点、どうですか、皆さん。まあね、前回の9話、まあね、感想動画をね、まあこの先は毎週かな、もう上げさせていただいてますけれども、まあものすごかったと、ものすごい私も手のひら返しをね、したというところで、まあ最初めちゃくちゃ面白いっていうところから入って、まあ結構批判的なね、まあ感想動画も増えてしまって申し訳ない中で、まあ8話の感想動画結構荒れたんですよね。結構コメント欄も荒れちゃってっていう中で、まあでも9話はほんとお世辞抜きというかね、もう何も忖度抜きでめちゃくちゃ良かったなということを言ってたんですが、じゃあ今回10話はぶっちゃけどうだったのかという、こうね、いつも通り、まずネタバレなしの感想結論から入っていきたいと思いますというところで、今回点々10話見させていただきまして、ネタバレなしの感想結論としましては、正直ですね、まずまずかなっていう感じ。よかったといえばよかったんですけれども、まあかなりこうシリアスなね、まあ、しんみりとしたというか、うん、まあやっぱこう心理描写とかね、まあ、非常にこう丁寧だなっていうのもあったし、まあ、兄弟がね、まあ、ものすごく良かったなっていうのはあったんですけど、まあなんかちょっと9話がすごすぎた感は僕は感じてるのもあるし、まあなんか今回はまあ正直そんな盛り上がるっていうような回でなかったのかなっていうのは、思いました。この作品が、やっていく上で絶対にこうぶち当たっていくような壁というかね、うん、に、話が来たなって。まあ、結構ラノベ的なというかね、まあ、話でもあったし、まあ、もちろん会話シーンもね、多かったですんで、うん、っていうところはあったんですけど、まあ、僕はすごいなんか不安に思ってるのが、まあ、この先やっと残り2話なんですよね。で、なんかと2話、2話だよな。2話か ?3 話ぐらいあるのかな、うん、なんかね、10話でやるにしてはちょっとこれ終わるのかみたいな。うまくまとまんのかみたいな感じで思いながら、見てました。はい、どうなんだろうな。やっぱ12話っぽいっすね。やっぱアニューフィオね。うわ、得点めちゃくちゃいいな、これ。点々の今ね、円盤のページ見てるんですけど、上下巻みたいね。ブルーレイボックス。うわ、すげえいいわ、これ。うわ、すげえいいわ、これ。どんぐらい売れるんですかね。どうなんだろうね。まあ、どうなんだろうな。まあね、人気なのか人気じゃないのかみたいな論もありますけれどもね。ちょっとやっぱ勢いは落ちてる感するよね。前回とかもさ、やっぱもっと盛り上がっていいよなっていう話的な内容としてはね。うん。っていう感じはしたっすけど。うん。ちょっとまあ正直悪く言ったら今回ちょっと退屈っちゃ退屈な回やったなっていうのは僕の正直なところです。はい。ちょっとね、感想とか上げようかちょっと、まあ実は迷ったとこもあって、多分これペラッペラな僕の感想だと思う。申し訳ない、申し訳ない。ここまで来たらちょっとね、最後まで感想とか上げたいなと思って上げてるんですけど、うん、なんかね、そう、今回、うん、なんかね、まあ、8話とかみたいな、この先に求めてたものがとか、別にそういうわけじゃなくて、別にこの先って、今回の話で絶対に必要のとこだと思うんですけど、うん、ちょっとこう、しんみりしてた感があるね。まあまあまあ、別にこれは11話以降、またね、こう、新たな展開というか、出てきそうなんで、あとうまくこう最終回、まああと2話ですよね、まとまればいいなっていう感じは、してますし、まあ2期くんじゃないかな、この作品はね。うん、まあ2期も待ちたいなっていう感じですかね。はい、なところでしょうか。うん、そうだよな。うん、はい、うん、まあ、結構やっぱ苦しい、全然的に今話がちょっと重かったもんね、うん、っていう感じはしましたけどね。まあまあ残り2話どんな風にまとめてくれるのかに、期待したいなというところでございます。はい、ということで、
板前市の感想を以上としまして、コメント周りの感想は入っていきたいと思います。なのでご注意くださいというところで、板前市の感想としてはですね、まあ、アニスちゃんの、まあ、王位継承権の復権というのがね、まあ、今回の話でした。まあそれはアル君がね、隠居の地に飛ばされたというところで、まあいくらね、アニス様が、まあ、この王位継承権の破棄を行っていたとしても、じゃあ誰が王様になるのかっていうところになってしまうので、まあ王様になるしかないのかと。でもアニスは自由でいたいと、まあでもそんなに器用な子じゃないとか、まあいろんな話があって、まあ、アニスもやっぱこう自分の気持ちを必死にこう抑えながら、まあ王になるしかねえんかみたいなのが見えてくる。でユフィとかもなんとかしてあげたいとか、そういうのがまあすごい話として見えてくる回だったかなというのは思いました。でまあやっぱ全然気もつらかったっすね、なんか見てて。まあ絶対この先ってそこは大事だと思うんで、あれなんですけど、話としてね、結構重苦しさはあったかな、つらかった。まあ、これが面白くないかって言ってまた難しいんですけど、まあ、でもやっぱりさ、ユフィのさ、こうアニスちゃんへの思いみたいなの出てきたし、こうアニスのもちろん可愛さとかも出てたなっていうのはね、間違いなく思いました。はい。アニユフィやっぱね、至高ですよね。すげえいいなっていうのは思ってます。はい。でまあ最後なんか新キャラも出てきたわけですけどもね、まあ、どう話をこう展開していくのか、っていうところかな。まあ、なんかアニスがまあでも素直に王様になるのかなっていう感じもするんですけどね、話僕見てて。なんかもうこういつものこのはちゃめちゃさがやっぱね、結構僕好きなところも好きなところっていうか、まあ多分そういう方多いんじゃないかなと思うんで、今回はまあめちゃくちゃ真面目な回で、別にはちゃめちゃやる意味がないんで、別に今回は。ってとこはあるですけど。まあ基本的にはもうアニス様がもうめちゃくちゃやって怒られるみたいなテンプレの流れ、がある中で、もう王様やったらね、いろいろとこうもちろん自由も聞かなくなるだろうし、まあ、このアニスちゃんの良さっていうのはもうなかなか難しくなっていくんじゃないかな。まあ、そこを多分ユフィが伝えていくのか、それともなんかまた王様にならずになんか新たな方法があるのかっていうところはありますけど、まあっていうところですけど、まあちょっと話が重かったのがちょっと難しかったところかなっていうのがまあ正直なところですかね。まあでもね、やっぱこの先、まあ前回の9話ものすごくこうアル君との対決っていうのをまとめてくれたらもう超感動しましたんで、今回の話もねうまくまとめて最終回を終えてくれるんじゃないかなって期待感持ちつつ、また、11話最終回ね、見ていきたいなというところでございます。はい。でまあこっからの話の展開とかもね、どうすんだろう。で、まあ、まあ最終回はとりあえずこの話で終わっちゃうと思うんですけどね。マネキクルーになったらそこからどんな話が展開されるのか、まあ、原作ファンの方に聞くとね、ここからめちゃくちゃ面白いとかも聞いてますね。そこも楽しみにしたいし、まああと珍しいですね、アニスちゃん転生してるんだよね。まあ転生前の話とかね全く出てこない。まあまあねよくあるじゃないですか、転生前の。別になんかさ、この先に性別が不明みたいになってるんですけど、転生前にこういうなんか経験があったかどうとか あるじゃんね。全く出てこない。でもこれも不思議だなと思ってるんですけど、まあこれ出てこないから、そういうタイプもあるのかっていう感じはしますけどね。まあまあ、はい。まああとには楽しみに待ちたいと思います。はい。ということで今回の点々10話の正直という感想は以上となります。この続きありがとうございました。ぜひね、見られた感想なんかもね、コメントいただけますと嬉しいし、またね、来週以降もあとには、感想動画ね上げていきますので、ぜひお気にチャンネル登録、高評価もしてくださったら嬉しいです。ということで今回の動画は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。